メーリングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のアイヒャッハエコールフリートベルク軍に属す、市場町でメーリング行政共同体の本部所在地である。アイヒャッハ、フリートベルクに次ぐ、同軍第三の町であり、経済上は同軍南部の下級中心をなす。メーリングは、アウクスブルク地方レヒフェルトの辺縁部に位置する。町域は、レヒラインに含まれる。 町内を流れる最も主要な川はパール川である。レヒ川とその第23番席が町のすぐ近くに位置している。この町は公式には6つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。北から時計回りにキッシング、リート、ミッテルシュテッテン、アルトヘクネンベルク、メルヒング、ケーニヒスブルンである。 メーリングは1021年に初めて記録されている。コンラーディン王が1268年に残守された後、家領であったメーリングはバイエルン公領に併合された。メーリングは1799年までに保護領となり、バイエルン選定公領のミュンヘン会計局に属した。1838年にバイエルン王ルートビヒ一世からメーリングに紋章が与えられた。この紋章は、 かつてのベルフェン家の城と955年のレヒフェルとの戦いを表したものである。1911年11月18日、メーリングは都市機能を有する市場庁に昇格した。メーリングは歴史上はオーバーバイエルンに属すのだが、1944年に旧フリートベルク軍と共にシュバベン行政管区に属すこととなった。メーリングでは主にいわゆるレヒライナー方言が、 話されている。アウクスブルクやミュンヘンへの交通の便が良くなるにつれ、メイリングの人口は増加している。第1町長は、ハンスディーター・カントラーである。町議会は、第1町長と24人の議員で構成される。アンアンビュージェイ1973年道路交通。編集この町は、アウクスブルクから、連邦道、B2 号線沿いに、南東約1 5トルの位置にある。 西へ向かうと k ニヒスブルーンで、連邦道 B17 号線に接続する。連邦アウトバーン A8 号線のインターチェンジ76までは 15km の距離である。公共交通、編集この町は、鉄道アウクスブルクミュンヘン線及びアウクスブルク、ゲルテンドルフ1000円線にあたり、アウクスブルク交通連盟に加盟している。2008年末に、 メーリングのザンクトアフラ地区に新しい駅が開業した。以下の近郊路線がメーリングと周辺地区を結んでいる。近郊交通の起点や乗り換えの中心となるのはメーリング駅で2005年にバスステーションが駅に隣接して設けられた。航空、編集定期便が就航している最寄りの空港はミュンヘン国際空港で自動車で約50分の距離にある。 アウクスブルク空港へは約30分である。保健衛生、編集2003年までメーリングには軍立病院があったのだが、保健衛生行政の合理化政策により廃止され、保健社会センターに改組された。ここには以下の施設がある。町内には多くの一般医や専門医がおり、主要な医療分野ついての医療体制は整備されている。アウクスブルクやミュンヘンに、 地理的に近いことは特殊な医師や施設が必要とされる際にも有利である。老人介護、編集、街内には2つの老人ホームがある。修立実家学校は聖マルガリータ幼稚園及び、キンダーハウスメーリングとともに、メーリングの教育、スポーツセンターの一部となっている。村の創設期から存在するカトリック教会組織の他に、 1945年からルター派の教会組織ができている。これらの組織は大変に活発で街の様々な文化行事に関わっている。この他の宗教組織としては新士と派教会があり、独自の教会道をも有している。この組織は隣接するキッシングの信者も包含している。メーリングのスポーツ施設は充実している。教育、スポーツセンターには以下の施設がある。 この他に以下の施設が町内にある聖ミハイル教会ありがとうございます。